よっしゃ、追いかけよう。スマホに連絡してみよう。ヤマトの要件は？ヤマトの要件気になるけどね。これあれなのかな、誰の好感度が上がるかみたいな感じになるのかな。スマホに連絡してみようは誰も幸せにならなさそうだよな。追いかけようで兄ちゃんの要件じゃないわ、兄ちゃんの好感度が上がって、兄ちゃんの好感度上げたらなんかいろいろまずくない？そういうゲームじゃないよね。そういう壁も越えていく感じなのかな、このゲーム。ヤマトの要件はって聞いたらヤマトの好感度が上がるみたいな感じなんじゃないの、わかんないけど。今んとここのヤマトに俺は何の感情も抱いてないから近親相関。追いかけよう、兄さん追いかけないと。まあいいけど、つうか俺もサツキに会いに来たんだし。あ、俺なんかイツキって言ってなかった？サツキだな。あれ、サツキって言ってたっけ。うん、行こうヤマト。登山口でいいの？登山口行くよ。なんかせっかくいろんなとこ行ける場所あるのに、あれなのかな、第一章だからとかあんのかな。行きましょう。なんか遥かなる3もこんな感じの登山道じゃなかったっけ俺の記憶が今うっすらと。兄さんいないね、町の方まで降りちゃったのかな。かもな。あんな危ないのがたくさん街に出たら絶対まずいよ。お前本当に音量見えるようになったんだ。何か問題でも？さっきからそう言ってるじゃない。だってさ、俺にとってはかなり意外、お前みたいな明るいやつには一生見えないんだって思ったネクラにしか見えないの？ああいうの見えるのは闇が深いやつ俺みたいな。お前本当立派な中二病だな。やっぱり何言ってるの？ヤマトはちょっとひねくれてるだけじゃない中二病すぎる。昨日だって街にいたでしょ、すれ違った時声かけてくれればいいのに。なんで外だとああよそよそしいの？変なの。だってお前他のやつといたじゃん、関わんの面倒だし末期ですね。そんなことないと思うけど。そんなことあるんだよ、コミュ障ってのはそういうもんなんだよ。ヤマトは私の家族と同じ見える人、羊とは関係なしに生まれつき素質があるみたいだって父さんも母さんも驚いてた。でもその才能をいいことだって思う人ばかりじゃないみたいだろうね。そのせいでヤマトは何かと苦労して、今でも学校では人の輪からいつも外れている。父一人、子一人の家族なのに父さんとの仲もあまり良くないみたいだし。ああそうなんだ、シングルファザーなんだ。何？ヤマト勝手に哀れんでる。ヤマトに何か言う？昨日は父さん元気は地雷すぎるだろなんでこんな地雷選択肢用意したの？昨日は街で何してたの？何か部活に入ったらいいのに余計なお世話オブ余計なお世話だよ。昨日は街で何してたの？消去法だよこんなの。昨日は街で何してたの？別にブラブラしてただけ。新作のゲームとか見たり、ライブ情報を調べたり。あ、何のゲームやってんの？何のゲームやってんの？パープロ？一緒にやろう？あ、お前好きだな、お村のこと。へえ、春休みに備えてってところかな。ラストエスコートっていう面白いゲームあるぞ。とりあえずここには兄さんいないみたいだね。別のところに行ってみようか。何かあった時のために準備はしっかりしてきたし。で、お前なぎなだ持ってるけど、もしかして。ああ、私も通り魔なんですよ。ああ、これ音量が出たら戦わないと。昨日の今日で神経太すぎね。あ、俺もそう思う。でもさすがね、何人もやってきてるだけはあるから。でも昨日受けも払いも音量に通用したの。出た体育会系ね、あまりに脳筋だよなこの女。銃声なんかした？兄さんじゃないよね。なんかすっげえ嫌な予感すんだけど。クリス・レッドフィールドじゃない？うん、私も行ってみよう、ヤマト。クリス・レッドフィールドだ。森にクリスいんの？熊の可能性もあるな。銃声が近づいてきた。三四郎みたいになっちゃった。あそこだ。え？ふん。音量風情が小賢しい。それで俺たちを囲んだつもりか。あ、福潤か。なんかすごいね、わらわらとこんなに過去の人たちがどうかも知らないけど、コスプレイヤーの可能性もまだ払拭できないけど、今回はこっちが舞台なんだねきっと。束になってかかってこい、一気に蹴散らしてやる。あ、違うな、誰だあの人たちは。
昨日雪村さんたちのような格好だ。サークルかもしんないね。長政様。お、俺はいつでも行けます。あ、長政って。どうかご指示を。誰だっけ、なんか知ってるぞ。長政、長政。なあ、では行くぞ。なんか戦国無双で使ってた気がする。何長政だって。ごめんね、俺歴史微塵も知らないんだわ。君はなんか星銀着って感じだね。俺を切った。刀だけにってか。次から次へと。ここは一体何なんでしょう。すまん、すまんね。誰だ。私の山が。なんつう格好してんだ。てかあれ、マジモンの刀途中。なんかコミケに行く途中らしいっすよ。2日続けて不思議な格好の人に会うなんて偶然とは思えない。だよな。あの。何者だ。ここの山のものです。南蛮装束とは珍しいが、この辺りの里のものか。あなたたちが不法侵入してるんですよ。邪魔だ、下がっていろ。サークル名教えなさい。え、でも音量の数は 1,2,3,4 多すぎる。おい、邪魔だと言っている。手を煩わせるな。あれ、これあれじゃない、ヤマトも戦うんじゃないか。いえ、音量大事ならお手伝いします。村娘が出しゃばったまね。誰が村娘じゃ。即刻下がれ。この黒田甲斐の神長政の命令が聞けんのか。あれ、そんな名前だったっけ。黒田さん、黒田甲斐の神。そういう病気なんだよ、察しろ。下がれという男に。この人なんだか怖い。うん、ちょっと俺高圧的な人苦手なんだよな。でもコビ言っとくか、一応最初だしな。振りまいてっか、好感度を上げるために。いやでもこの人の好感度を上げようと思ったら、任せるべきなのかツンデレなのかまだ分かんないもんね。誰であろうが手伝いますっつったら、この子キュンってなる可能性もないわけではないからな。任せるべき？こっちの方がこの人には良さそう。とにかくなんとなく偉い人だっていうのは分かった。このセリフとオムナの顔がたまらんね。ここは任せるべき？どうかお逃げください。俺たちはここで食い止めますから。あの子肩で息してる。もしかしてずっと戦って疲れているんじゃ。 いえ音量の相手ならお手伝いします。おい、何を。ほう、構えからしてそれなりに武術の心得はあるよ。ならば加われ。いやだから君らの時代よりもはるかに技術やら効率というものが進んでいるからね。オムナの方が強い説もあるぞ。ありがとうございます。お前な、こっちは手ぶらだぜ。そこのお前、俺の刀を貸してやろう。刀？すっげえ重い。やっぱ真剣かよ。銃刀法違反だよ。山だから OK とかないからね。新手も来たようだ。全員構え。あ、でも長政って一気に刀をつけるぞ。銃だったかな、戦国無双でも。長政様。ああ、もう仕方ねえ、やってやるよ。ありがとうヤマト、行こう。戦闘か。戦闘は正直俺やることないからな。やるか。応援するぐらいしかやることないんだよな。高2 高2にあんだけ生きてたの長政さん。1回の戦闘で2000以上、ああなるほど、2000以上戦うことを連戦と言います。今回の戦いは連戦です。画面上の敵を全て倒したら次の戦闘に進みます。いよいよなんかソシャゲみたいだな。もうさっとすんな。、はい、もうちょい戦いに集中したら。いやまだ何もやってないんだけど。主人公は攻撃された時、味方が、身を挺してかばってくれることがあります。応援しよう。全員好きじゃないな、どうしよう。ヤマト、とりあえず見知った顔応援しとくか。一番前にいるしね、無理すんな。心配しなくてもちゃんと戦う。ブイー、可愛くないやつ。ほら早くやれや。あ、これみ、あ、応援ってそんな何回も使えるの。じゃあ長政くん頑張って。無論だ。あ、何回も使えるんだな割と。君、あ、すぐ切れるんだね結構。お前も頑張れ、はい、もちろんです。星銀着で終わり。勝ててよかったです。
てか、オムナツインテールなんだな。あ、気づかなかったわ。あ、レベル上がった。力のおにぎり。もう音量が持ってたおにぎり食いたいかっての。結びの糸、章、土の力章、金の力章。この辺の説明もあるかな、まだ。ふぅ、音量との戦いに慣れてきたかな。できることも増えたよね。それにしても。ああ、どうにか倒せたな。ヤマト、現実やったことなんてないよね。思ったより様になってたけど、中二病だからな。まあ刀は重かったけど、単に切りつけりゃいいだけだろ。見よう見まねで意外となんとかなるもんかもしれないよ。初めての実戦なのに度胸がある。多分筋はいいよね。もしかしたらヤマトって武道の才能があるのかも。あ、なぎなたぶに入ってもらう。お、まさかボスか。で、また音量が現れた。音量は切っても時が経てばまた生じるものではありますが、これは異常です。こうも素早く復活するとは。何が起こっているんだこの世界で。土地の影響だろうな。この辺りは嫌に正気が濃い。やべえじゃん。どうすんねえこいつら。また動き出すぞ。ネジ伏せるより仕方あるまい。巫女がいない以上、あ、封印する術はないのだから。はい、私巫女です。封印？それってなんだろう。胸がざわめく。私は、なんだ、女の子の日か。やめろ、こういうこと言ったらセクハラって言われちゃう。そうだ、どうすればいいのか私には分かってる。理屈は分からなくても魂が知っている。私はこの音量を封印する。巫女でーす。めぐれ天の声。あ、セリフ確か一緒だな。響け地の声。おい、かの者を封ぜよ。俺がオムナにアテレコするときだけ女の子の声にならないかな。花沢香菜さんの声にならないかな。できた。音量が消えた。お前今何やった。わからない。でも昨日と同じなの。急に頭の中に言葉が浮かんで唱えたら体の中から大きな力が一人でに湧いてきた。きっとこれが姫。あ、ユッキー、その声は。今の光、やはりあなたでしたか。ユッキー。はあ、ヤマト、この人は雪村さん、馴染みすぎ。昨日音量に襲われた時、私を助けてくれた人。あっそ。嫉妬深いな、この地球。地球の人類、地球の民。真田殿ではないか。黒田殿。ふん、おかしなこともあるものだ。生駒山に狩りに来たら洞窟から妙な場所に迷い込んだ上。あ、生駒ってことは奈良。まさかその六門線にお目にかかろうとはな。生駒山、それは妙ですね。私が辿ってきたのは伊吹山の洞窟なのですが。いろんな土地からおいでなんですね。ちょっと勝手に話し始めないでくんない。こっちはわけわかんなくてパニック寸前なんだけど。てか兄ちゃんは。そうだね、この前よりも随分人が増えているようだし。お前が一番パニックの原因になるだろう。まずはお互い名乗った方がいいんじゃないか、雪村。お、今度はゴージャス美女。この声を聞いてみんな美女って言うんだな。奥にさん。どうも、久しぶり。昨日ぶり。え、久しぶりって昨日会ったばかりですよね。何言ってるんだい。あれから一月は経っただろう。あ、何、精神と時の部屋。そんなはずはないんですけど。へえ、なんだかここはおかしなことばかりだね。どうやらいろんな洞窟とつながっているみたいだし。もしかしてなんか行ったり来たりすんのかな。うちの裏山の洞窟がですか。私たち今日は別の洞窟から来たんだよ。前来た洞窟はなぜか通れなくなっててさ。けど雪村がもう一度あんたに会いたいって言い張るもんだから、他に道はないかと散々歩き回ってようやくここへ通じる洞窟を見つけたんだ。ユッキー、お国には迷惑をかけたな。ですがどうしても改めて
ご挨拶したかったのです。まさか姫が竜神の御子とは存じ上げませんでしたから。その情報はどこから？え？うん、ずっと引っかかっていたのです。先日姫が捧げた祈りに応じて怨霊が書き消えたことが、全てが不思議なことばかりで半ば夢うつつでいたのですが、屋敷に戻ってからふと以前聞いたことを思い出しました。怨霊を二度と蘇らせぬよう封じる御業があると。そしてそれができるのはただ一人、竜神の御子に他ならないと。この竜神の御子っていうのはおそらくシリーズ共通ですね。え、何のことやろう。竜神の御子、竜神を呼んで人々を救ってくれる、皆が待ってる、あの、そうなのですか。これは失礼いたしました。ご無礼のダウ、キラにご容赦ください。君はなんか丁寧だから許す。待って、そんな竜神の御子と言われても私には何のことだか、伝説の勇者みたいなもんだよね。ああ、もうダメだ。何話してるかわかんねえ。頭痛い。なかなか面白い状況のようだ。土地も荒れ、竜神が隠れて久しいが、うん、全く違う土地の洞窟からこの場所につながった。加えて今しがた見たこの娘の術、確かに捨ておけんな。おい、伝説の勇者やぞ。真田殿の口ぶりからして、どうやら他にも確かめるべきことがあるようだ。敬語知らんか。場を設けろ、詳しく話を聞きたい。え、あ、でも私兄さんを探している途中なんです。なんで今の呪文を唱えられたのか私もよく分かってなくて、それも兄さんだったら分かるかもしれません。では兄を探せ、俺たちはここで待とう。口の聞き方から教えないかんようやな。分かりました、探してみます。ここにいる人はみんな封印について詳しいみたいだし、話を聞いてみよう。あ、雨？山の天気は変わりやすいからな。本格的に降り出したら大変だ。あの、皆さん、よかったら私の家にどうぞ。大混乱でしょう。案内は、ヤマトに頼んでいい？はぁ？って、お前はどうすんの？まさか一人でサツキ探す気？うん、怨霊なら慣れてきたし、一人でもなんとかなると思う。だからね、案内はお願い。いや、さすがに一人つけようよ。いろいろ無用心だろう。こんな怪しいのゾロゾロ家にあげるのもどうなの？おっしゃる通りで。雪村さんたちには昨日も家に上がってもらってるし、長政さんたちは怨霊と戦って疲れてるでしょ。雨で濡れたら気の毒だし、家の中の方がいいかなって。お前マジか。マジです。お心遣いありがとうございます。先のことといい、あなたは本当に心優しい姫ですね。なんかユッキー、今のところ本当に日の打ちどころがないな。本当めちゃくちゃ短足とかであってほしいわ。今度こそ家でゆっくりしていてくださいね、雪村さん。めんどくせえ。ああ、だめ、つべこべ言うな。早く行ってこい。ごめんね、ヤマト。すぐに兄さんを探してくるから。現代人には厳しく当たらず俺は。え、一人で本当に行くの？トンネル。やるな。え、なんか一応セーブとかしといた方がいいのかな。クイックセーブしてみよう。でもこれ体験版引き継げないんだよな、製品版に。それ悲しいな。なんか、これは最後までやりそうな感ちょっとあるんだけどね。裏山の様子を見てくるって書き置きにはあったけど、兄さん、この辺りにはいないみたい。トンネルを通って街の様子も見に行ったのかな。あ、昨日ここで怨霊に襲われたんだよね。今はどうなっているんだろう。近づいただけで空気が重い。わかる、あのトンネルの奥に怨霊がまだいる。でも、もしかしたら兄さんもここを見に来ているんじゃないかな。勇気を出して覗いてみよう。兄さん、いる？お、あの影は、いや、これは向こうの人でしょう、明らかに。だってもう明らかに対等してるもの。せい！おお、なんだ、物騒だな。通り魔 VS 通り魔。あ、戦ってんのか、この人。暗がりでよく見えないけど、誰かが戦ってる？いきなり襲ってきたんかなと思った。怨霊が
素早く受けてそのまま払う。えい。音量に物理が効くのだいぶ理屈に合ってないよね。仕留めた。でもまだ油断しちゃダメ。めぐれ天の声、響け地の声、他のものを封ぜよ。どうよ。また消えてくれた。やっぱりこれが封印なんだ。おい、伝説の勇者がお通りやぞ。敬語使えよ。でも雪村さんたちの言うことが本当ならこれができる私は。え、おイケメンな闇属性のイケメン、誰だろうこの人。今の術、竜神の巫女か。本当にこの地で見つけるとは。敬語な、血の聞き方がなってないな。みんな来い。あ敵か。いいけどイケメンだし。え、な、何、ちょっと乱暴やめてください。男の人騒ぐな。お胸可愛いな。その力本物か確かめるまで。確かめるってどうやって。すごい力だ。このままじゃ吊るされる。男の人男の人。クイックセーブ、あ、できるな。ここでもクイックセーブいいね。ってことはクイックロードも、あー助け呼んじゃった。まあいいや。いや助けて兄さん。あーそうか、お胸だから呼んでくれないんだ。兄さんの声、よかった近くにいてくれたんだ。友がいたか。面倒はこのま。人さらい。え、手を離した。お前が真に竜神の巫女ならば。すごい。いずれまた。あの、詳しく聞きたいんだけど、その盾にさ、チェーンを巻く理由って何？なんかしっかりとした理由が聞きたい。俺たちの世界に来い巫女。敵っぽいな。なんだったの？大丈夫か？今の声、何かあったのか？あ、兄さん、今ね。あ、いなくなってる。その音量と戦ったの。でももう消えたから大丈夫。あの人のことは落ち着いてから話そう。雪村さんたちも家で待ってるし。とにかくここを離れよう。トンネルの奥に音量がまだいるの。今のお前ならわかるだろう。なんか敵はイケメンじゃなくしてほしかったな。敵なんかタイムボカンのボヤッキーたちみたいな感じにしてほしかったよね。恋しちゃうじゃんね。うん、あのね、実は兄さんを呼び戻しに来たの。兄さんに話を聞きたいって人が来ているんだ。複数ね。雪村さんたちの知り合いみたい。雪村さんと奥兄さんも一緒に家で待ってる。そうなんだ。それからヤマトも町で音量が増えてることを心配して来てくれた。まあもう事態は悪化してるんだな。兄さん、何か隠してることがあるなら話してくれる？私、竜神の巫女だとか言われたの。そんなことまで。ああ、やっぱ知ってんだな。父さんと母さんとは連絡つながらないし、もっと考える時間をくれよ。だけど何も話さないわけにもいかないか。わかった、俺に話せることは話すよ。兄さん、それじゃあ家に帰ろう。でも本当に何だったんだろう、あの黒い服の男の人。雪村さんたちと同じような服装だったし、あの人も私を見て竜神の巫女って言ってた。やっぱり何かが起こってるのは確かみたい。俺たちの世界に来い。あの意味は。ああ、家に帰ればいいの？本当に山だな、お前の土地。山だらけ。町にも出れる時は来るのかね。あ、でも現代って書いてあるから、多分これ過去にも行くんだな。雨だ。本格的に降ってきちゃったな。ただいま。遅えよ。サツキ、どこまで行ってたわけ？ごめんな、ヤマト。心配して来てくれたんだって。この二人は同級生なのかな？そういうの今はいい。見ろよ。もう。なんでしょう、この板は。えらいことになってるでしょう、今が。うん。突起物がついているな。押せるようだ。なんだいこのからくり。
風を起こせるのかい？撮影会みたいになっちゃってんじゃん。黒田殿、我らは客のみ、調度品にはむやみに触らぬ方が良いのでは。はあ、マジで連れてきてよかった。待ってる間冷や汗が止まらなかったけど。ここまで面倒かけた分、お前らなんかおごれよ。よし、だったら今ご馳走するよ。お客も大勢いるし、鍋でもやろう。こいつらと鍋つつくの？は？鍋？何のんきなこと言ってんだよ。いいんだ、どうせ長い話になる。腹はくくったし、この雨じゃお帰りいただくのも悪いってうちの妹が言い出すだろうから。物分かりのいい兄で助かるね。兄さん、なんかさつき変じゃね。うん、そうだね。後ろ失礼、料理が通ります。あ、運んでくれてんだ。こいついいやつそうだな。あ、お客様なのに手伝ってくれるの？ごめん、いいのに。気にしないでください、俺から申してたことですから。いいやつだな、君は。ありがとう。君好感度上がったよ、今。火を使わないで煮炊きできるとは本当に不思議ですね。そうか、この時代になるともう IH とかをふんだんに使っていって文明の利器の差を見せていくんだな。 IH 調理器です。これでお鍋を温めながら食べられるんですよ。なるほど、いろりのようなものですか。うーん、そうだね。香りは悪くないな。イノシシか。はい、ウジコさんからのいただき物です。よそいますね。イノシシって結構おいしいって言うよね。お待ちください、その前に一口味見を。なんで信用できないのか。おいしい、これなら大丈夫です。あ長政様、どうぞ。これなら大丈夫ってなんだ。よし武蔵、せっかくの師匠だ、お前も食べるがいい。ありがとうございます。今のやりとり何？毒味だ、長政様の禁止としては当然のこと。禁止って何？これなんか見れる？ああ、これで見れるのか。禁止、主君のそばに使える役。はいはい。何が当然なんだよ、もうついていけない。はいはい、いいから、ヤマトも座って。家にまであげてもらってさ、飯まで作ってもらってさ、毒味ってナチュラルに失礼だな。あいつ好感度下がったぞ。ではありがたくもてなしに預かるよ。なかなかの味わいだった、一応褒めておくぞ。では話を戻すか。娘、お前の仮名は？仮名？私は天野大村です。知らんな。この辺りの地侍の娘か。なぜ怨霊を封印できる？ほんとこいつ口の聞き方がなってないな。それはその、私にも分からなくて。避けられないか。仕方ない、兄のさつきです。妹に代わって説明します。天野家はこの山の神を祀る神社の鮭です。鮭？訳あって怨霊に対する術にも詳しいんですが、妹はその中でも特別です。え？あまりに力が強かったので両親が幼い頃にまじないをかけました。そのパターンだ、ナルトパターンだ。怨霊が見えないように、何も気がつかないようにと。ですが昨日怨霊に触れたことでまじないが溶けてしまったようです。待って兄さん、そんな話私聞いてない。そんな大事なことずっと隠してたのかよ。もしかして私が気づかなかったらずっと黙ってるつもりだった。兄さんの様子が昨日からおかしかったのはこのせい？うん、きっと他にも何かある。兄さん、他に隠してることはない？あったらお願い、ここで全部話して。ああ、あと話さなきゃいけないことが実はもう一つあって、多分この山は今異なる時とつながっているんだと思う。それはなんとなく。え？なんだそれ、信じらんね。怨霊ってもんがあるんだから、それぐらいのことは起こってもおかしくないでしょ。前にも一度こういうことがあったんだ。その時はすぐに閉じたけど、もし何かあれば出入り口がまた開くだろうと思ってた。
異なる時ってどういうことでしょう。ここは年号で言えば令和の世だ。でもそこにいる雪村さんたちは全く違う世から来たはずだよ。俺今令和のゲームやっとんやな。みんなこの世界のものにいちいち驚いているのはそのせいだ。どんな世界から来たかはここにいるメンツを考えればだいたい見当がつく。すごいね。それってまさか。ああ、俺たちの知っている戦国の世によく似た異世界だろうね。私に特別な力があってこの山は別の世界とつながっていて、家族の中で私だけがそれを知らなかった。兄さんは何を言ってるんだろう。ボケたのかな。頭の中が整理できない。こんなこと言ってるから浪人するんだよ。なるほど、ここが異なる世界であることは認める。口の利き方。そうですね、我らの世とは別の世界。それを聞いて合点がいきました。物や身なりもそうですが、何か漂う気が私たちの世とは違うと感じていたのです。こっちのセリフだわ。だが今聞いた話を全て真に受けることもできんな。え、どうしてですか長政様。当然だ、この目の前の娘は何者だ。伝説の勇者やぞ。竜神の巫女にしかできないはずの封印の術をしてみせた理由は。だからその巫女って何なんだよ。おや、聞いたことがないのかい。この世をあまねく守護する竜神、その声を聞くのは竜神の巫女。子供の頃そう聞かされました。古来より竜神の巫女は幾度となく世を救ってきたといいます。つまり我々の世界にとってはただ一人の尊い存在だということだ。ああ、じゃあお前口の聞き方改めろよ。今の反応を見るにお前たちの世界には縁がないようだがな。ますます不可思議だな。封印の術を使えるとなれば竜神の巫女の可能性は高い。だが巫女だとすればなぜこんな場所でのうのうと暮らしている。我々の世界で選ばれた娘は戦乱で次々と犠牲になったと聞いているのに。犠牲？ええ、もう何人も。最後に選ばれた姫君も姿を消してしまい、それ以来竜神は巫女を選ぶことをやめてしまったとも言われています。あ、へえ、そうなんですか。巫女とは過酷な定めを背負うものですが、我々にとっては唯一の信じるべき希望です。巫女がいないままでは怨霊がはびこる一方、民は皆苦しみあいでいる。あ、竜神が仕事を放棄してると。世に安寧を取り戻すためには竜神を呼ぶ巫女の降臨を待つより他はないのです。姫はおそらくその。ああ、だからってこの子が巫女じゃないかって決めつけたらいけないよ。奥に話がわかるな。だいたいさ、せっかく穏やかに暮らしてるのに邪魔するなんて悪いってば。めちゃくちゃいい人。私もそれを思い逡巡しました。ですが間違いありません。心から信じられます。姫、あなたこそが竜神の巫女です。その優しさも清らかさも強さもどれをとっても巫女としか思えない。いや、でもさ、君たちがこのコスプレイヤーサークルに無理やり入れようとしている説あると思うんだよね。俺は雪村さんってその体のいい勧誘文句じゃないの。私が竜神の巫女本当に。あのさ、こっちを置いてけぼりで話進めんなよ。俺は全然整理ついてない。こいつのことはさておいて、戦国の世とこの山がつながってるって何なんだよ。まあ見れば見るほどおかしな顔ぶれなんだけどさ、あんた真田幸村だっけ。でそっちは。あれ、名乗ってなかった。私は奥に。改めて黒田長政だ。俺は宮本武蔵です。おお、マジなんだ。武蔵ってこの時代？え？聞いたことがある名前。すごく強い剣豪だね。君、名前萌えです。名前萌えでプラス3ポイント。
宮本武蔵？お前みたいなチビが？絶対嘘だ。あ、でもなんか宮本武蔵はチビって聞いたことあるよ。なんだと？武蔵、彼らはただの村人だ。礼儀知らずでも仕方あるまい。これは KJ も来るんじゃないか、小次郎も。そりゃお互い様だと思う。まったく、この娘とて見目だけで言えば巫女かどうか怪しいものだ。お前らだけには言われたくないけどな。特別な神器をまとっているわけではない、ただの平凡な。お前なんだよその耳、耳飾り。この顔立ち、どこかで。その角かっこいいと思ってんの、長政さん。20年近く前の話だ。ウフ殿の姫の一人が竜神の巫女だと言われていた。だがその姫は安土城が炎上した際、行方知れずになったはず。え、まさか。あ、ね、転生したってこと？あー、20年前っつったら、まあまあ3年ぐらいスパン空いてるとしてね、17ぐらいって思ったら、なんだかものすごく見られているけれど。何を言っているんです。20年前なんて妹は生まれてもいませんよ。天野と言ったか。本当に知っていることはもうないんだな。ええ、今ここで話せることは全部話したつもりです。だから俺の妹にもう関わらないでほしい。この子はずっとこの世界で平和に生きていくべき人間なんだから。兄さん。まあ大事な妹を守りたいのはわかるけどね。ええ、何やら深いご事情がありそうな。これ以上の追求は無駄だな。では今日はここまでにしよう。なんでお前が仕切ってんの。そうですね、とりあえず今日のところはうちに泊まっていってください。そうか、もう外が真っ暗だ。この人数を泊まってってくださいって言える家すげえな。広いんだろうな。とにかく俺は休ませてもらう。奥の部屋を借りるぞ。あ、じゃあお布団。お前ももう部屋に戻りなさい。疲れただろ。いろいろあったからな。みんなの部屋の用意や食器の片付けは俺がしておくから。兄さん。え、兄さん言うの、私も手伝うって言わなきゃだけど。どうしよう、なんだか有無を言わさぬ雰囲気だ。そうかな。それに正直言うと私もちょっと混乱してる。手伝いぐらいしようよ。雨が上がったら皆さんには帰っていただくから。じゃあおやすみ。これあっちの世界を救ってくれみたいな話になるのかね。あ、兄さん。結局兄さんに任せて部屋に戻ってきちゃった。みんな客間に雑魚寝かな。小国さんだけお母さんのベッドを使ってもらうって言ってたけど、お母さんそんなの聞いてないでしょ。兄さん一人で布団を準備するの大変だったかな。兄さんのあんな厳しい顔初めて見た。私に特別な力があって、家族のみんなはそれを前から知っていたんだ。なぜ私に隠していたんだろう。それに長政さんの反応も気になる。私を見て何に気づいたの。兄さんはずっと私に忘れろ、深く考えるなって言っていたけど、自分のことを、いや全然よく知りたいけどね。マジでこの現代のゲームクイックセーブ便利すぎるよ。よく知りたいよねやっぱり。あ、これ何、邪魔だな。でも自分のことを知らないままでいるのはやっぱり嫌だ。そうだ、アルバム、自分のことを見つめ直したい。自分探しの旅に出るとか言って世界一周すんなよ。世界にお前の居場所というか、お前というものはないからな。これは中学の卒業祝いに連れて行ってもらった家族旅行の写真。小学校4年、運動会の応援に家族みんなで来てくれた。ただの思い出を振り返るんじゃないよ。小学校1年生、私の写真は？あれ？ない。じゃあ、この前のページに。どの写真も私が写ってない？兄さんの写真はたくさんあるのに、これ思ったより闇深いんじゃないか。 たまたまだよね。このアルバムに貼ってないだけ。他のアルバムも見てみよう。この男の子、
兄さんの友達かな。一緒に写真売っとるくらいだから、きっと仲良しだったんだろうな。え？これ以上はちょっと闇が。うちも似たようなもんだけどね。嘘。俺弟なんですけど、家系で言えば、戸籍謄本を取った時に長男になってて震え上がった話する？ない。一枚もない。いくら探しても私の写真は小学校1年生の途中から。それより前の記憶はどこにもない。それ知ったの30過ぎだっていう話する？うん、それだけじゃない。それより前、1年生になる前の自分、私何一つ覚えてない。ないのは写真だけじゃない、記憶自体がないんだ。七五三も入学式も何もかも。まあ物心がついてなかったっていう言い訳は聞きそうな年だけどね。こんなのってある？もしかして兄さんが言っていたまじないのせい？あまりに力が強かったので、両親が幼い頃にまじないをかけました。音量が見えないように、何も気がつかないように。ワンちゃん龍神のパターンある？龍神そのものってことはあるんじゃないか。私にかけられたまじないって、まさか記憶ごとどうにかした？私の過去が消えてる？これってどういうこと？ダメだ、頭が痛くなってきた。これ以上考えるべきじゃないの？鈴のね、私を呼んでるみたいだ。こんな雨の中外に出るなんてどうかしてる。でも無視できない。ああ、神社に行くの？行こうか。うちの神社まで来ちゃった。この奥に何かある気がする。え、これ過去に行っちゃったりしないよな。何か出てきた。これって小さな刀？なんだろう、何か懐かしいような。ならばそなたが乱世を沈めてみせよ。そなたが乱世を沈めてみせよ。俺の推し。待ってて父上、白竜の鱗があればきっと。そなたは竜の鱗を持って飛べ、遥かなる時の彼方へ。私が過去の人ってこと？今は異なる世界に逃れても、時が来たれば使命を果たすためこの世界に戻れ。そういう展開なんだ。へえ。そなたの力は乱世を沈めるのに必ずや必要になる。恐れることはない。竜神は常にそなたと共にあるのだから。攻略対象だと思ってた人、お父さんの可能性ある。これ、ああ、この地は荒れ果ててしまった。水は淀み、木は乱れ、人は互いに争うばかり。草木も花も皆朽ちた。そうだ、だから私は今、私の頭に浮かんだのは何だったの？よくわからないけど、妙にリアルで本当に起きたことみたい。そう、まるで記憶みたいな。私はあの人からこの小さな刀を受け取った。私がいたあの場所は、建物も服装もこの世界と全然違っていた。そう、まるで雪村さんたちのような服装の人たち。それに最後に聞こえた声、あれは、竜神は私と共にある。竜神の巫女なのか竜神なのか、どっちなんだろうね。心臓の音が止まらない。だってもう心が動いて仕方ない。私がすべきことはきっと。夜が明けてきた。
そろそろ家に戻らないと。見つけた刀はこのままここにしまっておこう。あ、戻るのか。普通に話が面白いな。ただいま。何その顔。うん、ちょっと。やっぱり目が腫れてるよね。昨夜結局眠れなかったから。いや、17、18ぐらいの女が一晩寝なかっただけでそんなに顔面崩れるか。快晴だな。昨日の雨が嘘みたいだ。うんうん、この様子なら昨日の山道もスイスイ進めそうだね。改めて昨日はありがとうございました。お礼に訪れたはずが結局またお世話になってしまいましたね。え、でもお礼のもの何ももらってないよ。私たちは一度自分の世界に帰ろうと思います。そんな自由に行き来できるんだ。え、待ってください。兄さんが言ったからってそんなに急がなくても。もちろん昨夜の話で気になることは大いにあるのですが。憶測であれこれ話したってあんたを困らせるだけだろうしね。お国さん絶対いい人だな。ですから一度向こうの世界に戻り、巫女の伝承について詳しく調べてみようと思います。折を見てまた伺いましょう。できるだけ早く。雪村さん、でも時の流れが違うっぽいから。それで今日は万が一に備え早めに立つことになったんです。そうですよね、長政様。あの洞窟が元いた場所につながっているとは限らんからな。俺の来た生駒山に出るか、真田殿たちの伊吹山か。そうですか。もう時間がない。伝えるなら今。あの、皆さんに出発前に聞いていただきたいことがあります。姫。私が伝えることは、お元気で。選択肢面白すぎんだろ。あ、選んじゃった。ダメ、やっぱりこれ以上は考えたくない。これバッテンとかってあんの？ないよね。今まで通り日常を変えたくないんだもの。その、お元気で。へたった。そして兄さんはみんなを帰り道へ送っていった。え、これどうなるかちょっと見てみていいですか。私は今まで通り兄さんの言いつけを守って暮らしている。そして数日が経ち、ニュースでは怨霊の被害が日に日に増えていく。あ、まさかこれバッテンとか。だけど私が考える必要はないのだ。あはは、終わった。ノベルゲームのバッドエンドじゃん。そういうゲームじゃないでしょこれ。時は戦国乱世、やかましいわ。ということで今回は長なったんでこんなもんで終わっときますか。じゃあ次回、おそらく過去に戻ることになるんじゃないかな。よろしくお願いします。うわ、おもろいね。遥かなる時の中でセブン、続き楽しんでいきましょう。ありがとうございました。またね。